2年前に1回塗り直してて、塗る前の下地の仕上げが結構難しくて、こう翼は特にこのスムーズさ、これによって結構スピード変わってくるんですね。一回塗るのはね、意外と薄く塗ってる塗料で、もうちょっと塗ればもうちょっとツヤは出るんだけど、でも塗料でもフルに塗ると10キロ近くいくんで、かなり違う。2、3キロ、まあ下手すと5キロぐらい差が出ちゃう、塗装だけで。最後の仕上げは俺がやる。自分で塗るんですか、村田さんは。塗装はまあ花屋整備士にやってもらったけど、昔のは塗ったこともあるし、翼の仕上げは結構自分でやったから、平滑さがどこまで出るかで、こう斜めにこうして翼のこの平滑さ1000分の5ぐらいまでとか、まあ、こうマイクロゲージみたいな測りながら、もう凹凸がもう目で見ても分かんないんで、それを全部測りながら、もうひたすら丁寧に仕上げるしかない。飛んだら本当に何かあったら終わりだから、うん、だから常に神経症状になる。